こんにちは、トラスト企画の花です。みーくんです。梅ちゃんです。みーくんって、はい、嫌いな車ありましたよね。あるあるある。日産車の中で、うん、何でしたっけ。 SR 乗ってるお客様車じゃねえ車じゃなかった。車じゃないんだよ。別に SR が嫌いってみんな思ってるかもしれない。勘違いです、うん、SR を所有しているお客様が嫌いなだけです。だいたいね、こういう仕様なんですよ。そうなんですよ。みーくんが嫌いって言ってる、うん、その SR のオーナーさんから、うんうん、みーくんがこの車を買い取りしてきたんですよね、うん、そうです、はい、もうわけわかんないことになってるんですけど、これね、もうなんか安く作ろうと思って、はい、なんかいろんなものをこう組み立てていって、はい、まあやったんだけど、はい、結局まとまんなくて車検取れずに、ね、何ヶ月も置きっぱなしになっちゃって、はい、結局車検取れないんじゃ売りますみたいになっちゃう。名前は深い、盛り上がってますか。イエーイ。そういう経緯でうちに入庫した、来たんですね。そうそうそう、まあ取れないよ、取れないこれもともとキューズなんですけど、はい、イッサンシルビアのね、はい、でそれを 180 の顔面どっかから拾ってきたパーツつけて、はい、180っぽく見せてるんですけど、はい、まあ、エンジンも違うエンジン乗っかってるんですよ。これ見て、このボロさ。あら、まあ、わかります。この手が、こういうお客様が嫌いなんですよ。これ どこ乗せ替えてるのはいいじゃないですか、ターボに。いやだって、このどこで拾ってきたんだよこのエンジンみたいなエンジンじゃないですか乗せ替えたとしても、うん、ターボだとしても、うん、状態が良くないと。全く良くないじゃないですか。何これ、この溶接の仕方、これねえ、こういうのとかねえ、なあこれ。でも多分、うん、界隈からすると普通普通の状態。これこうダクト開いてそうに見えるじゃないですか、はい、これ開いてないんですよ。これよく見て、これ開いてないの。ここ、あ、ここね、水溜まっちゃうの。風でになってる。ここ、ね、そうもうしかもほら、古いタイプのさ、ブーコンだから、こんでかい。でっかいっすね。こんなでかいんだよ。見たことないですね。そうそう、ソレノイド。こんなでかいんだよ。本当に。当然ね、Z3にエアフロ制御で。うん。でも作ったの20年以上前かもね。そう、もう本当にね。20年以上前はこういうシルビアが多かった。あ、多い多い多い。みんなこう、大体ね、はい、まず、顔面変えてる、このケースはワンビアって言うんですけど、あ、ワンビア、前が180で後ろがシルビアのやつを180シルビアだからワンビア。おで、これはちょっと高くなっちゃうんですよ。180のパーツの方が高いから。180の方が高いんだ。当時ね。あ、で一番は本当だったら180なんだけどフロントシルビアが一番安い。シルエイティってシルエイティってやつですね、うん、聞いたことある。シルエイティ、まずシルエイティで事故ってる車じゃない車を探すのが難しい事故ってから、じゃあ前変えようかなみたいな。前変えるんだけど180のパーツが高いから。そういうことか。シルビア安いから高価値ってことですね。なんか俺のシルエイティなんだよとかって言うんだけど、いや、前事故だったよそれみたいな安く直しただけだよ。やっぱすごいですね、ミークのこの統計が。でもそういう客が多いの。そうね、今までは結構シルビアもあれなんですか、パーツ出してきたんですか。出してきたけど、はい、ね、デフィーよりもね、大盛りみたいなノリなんですよなんだよデポねえから、そんなのみたいなより下のブランド。そうそう、もっと安いメーターないですかとか、もう割れちゃったバンパーとかないですかなんで割れちゃったバンパーを欲しがるんだよみたいな、自分でなんかこういう風にして直すからとか、これ直ってねえだろこれしかも普通のセンスからしたら、はい、ね、白いテープ使うんですよ。まあね、まあねもうこういうね、性格が俺的に NG なわけよ。そうなんですよ、ミクはもう仕上げるならちゃんと仕上げるっていうタイプの人間なので。なんでさ、白いバンパーに黒いテープなんだよ。
むしろあの茶色の方がまだわかる。茶色の茶色はいっぱいあるから、その辺で取ってきたのかなって。いっぱいあるから、うん、ガムテープいっぱいあるから、うん、なぜ黒にする白い車に。確かに、そう本当に、まあ、そういうのがね嫌なんですよ、うん、こういうのも全部偽物じゃないですか、こういうね、偽物の、偽物、そうそうそう、後期のね、についてるやつね。あ、これもよく見たらレブリックじゃないし、当たり前、MR、当たり前、当たり前じゃないですか。あの全てが安いパーツで構成されるっていうのがシルビアの特徴です。はい、中身ど、はい、中はどうですか。あのね、とりあえずついてればいい。ついてれば動けばいい。あればいい。そう、だから見てシートとかもほら。まあ懐かしいこのシート。このフルバケットバケットシート。何これ。こういうのつけちゃうからほら。めっちゃはたいてる。いや、こうなっちゃうからもうこうもう、え、なんですかこれ、メーカー品。え、これはね、うん、伝説の M2 販売シートです、はい、あの伝説の通販、伝説の通販サイトトラスキューの先輩今は亡き、もうね、むしろレアじゃないですか。こういうのつけるし、もう全部嘘だから、見てメーターだとほらあんなのつけちゃうし、もう大体ね、大盛りついてっから、うん、安いね、安いのね、当時そうなの、もう絶対にそう。今の大盛りって大盛りファクトリーしか思い浮かばないんですけど。そっちは高いんだよ。そうそう、違う大盛りなんだ。そうそうそう、大盛りだとあのファクトリーかなと思っちゃったから。全然違います、はい、違うんだ。もうメーター作ってないですから安いパーツでね、構成されて。でもこれほらホイールはさ、そう、これ阿部ちゃんが好きな、うん、これ KS05 じゃないですかこれは AVS だ、 AVS、 土屋ケースモデル、 AVS、 ここだけいいね。これはパチモンじゃない、これは本物です、これは本物車高、車高さ、あの思いっきり下がってたの、これこれハの字切ってたんですよね、入庫時、うん、別の動画で多分あると思います。お客さんに、はい、いい、お客さんいい人だから、はい、あの これこのお客さんはね、はい、あの車高上げてくれって言ったら、はい、メイパーが落ちてる。いや、ここまで上がんだと思ってさ。これね、逆にすごいですね。いや、あの、ほんとね、ほんと要望があるんですけど、トラスト規格で査定をするときに、はい、やっぱこう車高低いくの多いですよ。そうです、車高端。車高端でハの字書いてる車は、ロードスター基本ね、査定下がりますから。そうですね、これだけは伝えします。だから、これはやりすぎですけど上げすぎちゃってるけど、少し上げといた方のが多分高く買ってくれると思います。あのどの業者も、まあ、うち以外もそうなんですけど、要はその運べない、はい、車高が低くて大型のトレーラーに積めない場合は割高になっちゃうんですよ。そうですね、うん、他の会社に頼むとしても、そうですね、あのよく業者オークションとかに出す時もそうなんですけど、基本車高はそこそこ上がってた方のが陸送代が安く済むんで、そうですね、それを買うんですけど、車高がペッタンペッタンだと遠方の人は買えないんで、そうですね、はい、なので車高は結構マイルドで上げといた方がいいです、うん、一般的な車高これは上げすぎてちょっと ちょっとあれですけど、なんかこうなっちゃってるよ、はい、うん、でもこれ内外装見た感じ、うん、なんか乗られてたっていうよりかは苔とかが生えてるんで、なんか時が止まってる感じがするんですけど、これね、不動、東北の方で買い取りしたんですけど、はい、これ車検取るって言ってお客さんがあの整備工場とか預けたんですよ、はい、で預けたはいいが直せなくって車検が取れなくて、えで時が経ってしまってそんなに時間かかるし、はい、でその生活スタイルとかね、生活環境が変わってしまったので、はい、まあ、売る羽目になってしまったってことです。あ、うん、もう2人の車乗るわけにもいかなくなっちゃったってことで、そういうことですね、はい、手放すという、もう人生が先に展開してっちゃって、これあの地元 あの会社とかだと、はい、あの本当に10万だの30万だの、はい、そういう金額で査定されてる車です。だけどみーくんはそれより、みーくんはあのこの後あのこのお客さんが幸せな人生を送れるように
あの背中を押してあげました。ありがたい。じゃあ全然違う金額です。 おめでたな感じだった。おめでたです。はい、また裏でこそこそおめでた企画やってますよ、みーくんだったので、もう本当に感謝されてよかったんですけど、うん、はい、まあ、うち的には全然儲かんない車です。うわで、しかもなんならちょっとね、うん、嫌いというか、そうそうそう、好きじゃない部類なのに、そう、うん、まあ、ミークに査定してほしかったんですね。はい、さすがですね。はい、なのでわざわざ遠方まで行って査定しました。すごい、はい、これ意外と直らないものなんですか？何ですか？車検とか取るために。まず致命的なエラーがあって、はい、これデジタルメーターなんですよ。そうですね、さっきのメーター表示しない。表示しない、デジタルメーターのスピードのメーターが表示しないものに関しては速度ね、分かんないか、速度が出ないので、はい、ビッグモーターに持っていくしかないです車検を通すならビッグモーターはあのスピードの測定してないんで大丈夫です。もしくは勘であの省きますから、手抜くんで、うん、そしたら通ります。項目飛ばしちゃうからね。飛ばします、はい。その問題が長年あってなかなか直らずに何年も経っちゃった、はい、何年もっていうか、まあ、あの乗ってこれ実はね、あのおそらく前回は、まあ、闇車検じゃないんでしょうけど、まあ、ちょっと怪しい、ちょっと普通だったら通らないんだけど、あ、ここにも何も取ってないんで、うん、それが受かってるので、まあ、おかしい仕様にはなってます、はい、まあ、はい、でその次はより致命的な、そうね、直すって、そのメーターとか映んなくなっちゃったし、うん、あとちょっとアイドリングもおかしくなっちゃったんで、うん、ちょっとあのかぶったり、あのエンジンストールとかしちゃうんですよ、うん、でそれも直してほしいっていう話だったんだけど、うん、結局直せない。うわ、うん、プロショップじゃないと直せない、うん、その町の整備、そうですね、してるところじゃ、大きい会社なんですけど、すごいこういう車いっぱい修理待ちで、修理待ちであるんですけど、はい、どれも直ってない修理待ちが増えるば、そうですね、ばかり、はい、やば、はい、それじゃ直んないですよね、多分ね、ないんですね、地方だと、あ、特に東北の方なんですけど、地方だとやっぱこう整備してくれる会社がなくて、はい、その一極集中しちゃう感じ、そう、わ、田舎っぽいですね、そうですね、はい、はい、で、あのやっぱり田舎の人はほらおおらかなんで、特に東北だと忙しいって言われたらじゃあ待ってますみたいな話で、で待ってるって言ったって本当にあの2年3年待つとか、ね、普通にあるから、うん、期限は、うん、そう、おかしいからそれ、それはあの乗れなくなっちゃうんで、しかも車が傷むので置きっぱなし、しかも外に置いてあるんで、もう傷みっぱなし で、ね、だからこれ見ると分かるんだけど、結局コケ生えちゃってるこれ。こことかね、そう、これ全部コケ生えちゃって、本当だ本当だ、そう、これ錆びちゃう、こういうところもこう溜まっちゃってますね、もう溜まっちゃう、汚れが、うん、ね、黄ばんじゃう、そう、こうなっちゃう、雨降ったらこっちから全部中に入っちゃう、そうです、今ちょうど雨降ってて、ドバドバって、でもこれ多分シルビア界で言ったら、まだいい方だと思うよ、これ箱的にはね、うん、まあ、ドリフトをね、うん、あのよくなんか D1 とかトランクとかみたい、うん、D1 とかやってる人いるじゃないですか、はい、これベースになりますよね、このぐらいで、あ、すごい、もう自動で開いちゃう、自動で開くんじゃない、本当はこれスポイラーついてるからその重さ分このダンパーが効いてるんですよ、はい、あ、ほらほら、トランクあるもん、まだあ、すごい、押してなさそう、ほらトランクあるよ、うん、これ変えてない、うん、あ、変えてない、いや、変えてるか変えてないかっていうかあるからさあるのが重要、あるのが重要そう、ちょっとボコボコしてるけどね、はい、全然いいと思いますけど、うん、査定難しかったと思うんですけど、うん、どこら辺がこうポイントだったんですか、査定の評価できるところといったら、いや、まあ意外とあの海外の、人がこういう車欲しがるんですよ、うん、確かに、そうそう、まあ、うちではちょっとこれ売れないんですけど、うん、あの状態があんま良くないんで、そうですね、まあ、あのいかがわしいね、輸出業者が買って生ぐらかして、うん、ね、海外の人が泣きを見る、泣きを見る車なんですけど、まあ、それは致し方ない、うんうん、見ないで買ってるからね、そうですね、うん、そうそう、ビッグモーターから買うようなもんですよ、うん、まあ、そういうところに
需要があるんですね。そうですね、だから高くなっちゃってる、うん、やっぱ海外のお客さんがこういうあの日本のこういう、はい、あの SR 乗ってるこういうスポーツカーを欲しがるので、ドリフトといったらシルビアですもんね。ああそうですね、これデフ1個入れるだけでもくるくる回れるんで、うん、はい、あの別にねブーストアップしなくても回れちゃうんで、うん、いいかなと。これ普通にマニュアルだったらよくデフ入れないとドリフトできないとかっつってんだけど、はい、できますからね。デフを入れなくてもノーマルデフでもできますよ。おお、そうなんだ。そう、ミクやったことあるんですか？あるよ。あるんだ。うん、デフなくてもドリフトできる。すごい。だってあのうちで昔若いアルバイトのお兄ちゃんとかが来て、はい、IT 買い回すとかっつって来て、あのデフ入れてください、デフ入れないとドリフトできないんですとかって言うから、はい、デフなんか入れなくたってドリフトできるよって言ったの。はい、え、できないですよとかっつって、ドリフトデフ入れないとなんかできるできないの話になって、じゃあ助手席乗りなよって。みっくん実践で。そうそう、で、あのちょっと広めの駐車場、はい、まあ今だから言えるけど、うん、広めの駐車場でこうギャーッと8の字とかね、定常とかねやったりとかして、ほーらできるでしょっつって、デフ入ってんでしょとかって言われて、いや入ってないからずっと疑われてんだ。そう入ってないからって。入ってなくても完成ドリフト、はい、あの本当にちょうどスピード出すとできるんですよ。うん、だからその限界スピードまで出せないからドリフトできないっつってるんですよ。うん、すごい、うん、そう、みーくんもドリフトしてたんだ。いや、しないですよ普段は。まあ見せるために。そうすごい、うん、じゃあこの子はこのまま某会場に行くって感じですかね。ああそうだね、この車高も上げてもらったんで。はい、何も直す、触れずに。いやいやいや、これどうすんのよこれ。だってもう車の形にはなってるけどさ、本当に現状コーナーだな、うん、これだって180の顔だけちょっと取ってまたシルビアに戻してとか。いやそれ昔やったから。昔やってたんだ。そう顔外して。そうそう、あの一産シルビアのシューズのオートマってすごい安かったの、はい、うん、そう NA のオートマって、はい、あれベースでもフロントマン全部取っちゃって、これつければもう全然 OK。 なんで今やらなくなっちゃったんですか？いやシルビア自体が高くなっちゃったから、あのできなくなっちゃった。うん、う昔は一段シルビアのキューズとかは2万ぐらいで出せば買えたかな。2万で、うん、うん、そりゃ高くなりましたね。高くなった。2万で考えたら2万で買った、うん、すごい。しかも綺麗な感じのやつね。うん、程度もまあまあ。そう、こんなキッタンキタンじゃなくて、いやこうキッタンキタンだったらマイナス3万だよ。マイナス3万。そうそう、廃車代くれっていう。もう廃車代取られてたんだから。へえ。そう。今もう聞かないですよね、廃車代取ってるなんて。廃車代取ってるって頭おかしいんだけど。この時代で。そう、うん。じゃあお客さんはもうトラスト企画に打って大正解でしたね。あ、そうですね。まあ、あの車もね、あのもし良ければね、はい、買っていただければお売りしますので、はい、これじゃないワンボックスみたいな、ワンボックスで家族なんかも乗せれちゃう車も。もしくはあの K とかね。ああ、いいですね。そう、普通の K ね、はい、うん、そう、ああいうのとかね、はい、もうそういう時代ですよ、はい、そしたらもっとみーくん出しちゃうかもしれない、はい、お祝い金。こういう車じゃないですよ。もう卒業しなさいと。こういう車は。そうです、はい、大人になりなさいと。そうです、はい、もう日本じゃなくて海外の方にどんどん流して、はい、ね、こういう乗ってる場合じゃないですよと。SR エンジンなんかね乗ってる場合じゃないですよということで、はい、なかなかね SR を卒業できないお客さん、トラスト企画で売ったら、うん、みーくんがケツを叩いて大人にさせますので、うん、はいね、ケツ叩かれたい人はぜひ。うん、おい、夜中結構俺花ちゃん家に行ってケツ叩いてるんだけど、白いケツ。それ多分私じゃないですね。花ちゃんいつ大人になったの？え、もうそろですよ。いつボーボーになったの？ねえ、何それ何それ。いつボーボーになったの？いつボーボーになった。そう、あ、中学生の時。この人やばいです。まあこういったお車でもトラスト企画では、はい、まあ、お客さんのね事情なんかだったりもきちんと聞いた上で、はい、なるべくお客さんに寄り添った形で買い取りしますので、
まあ、こういう車卒業したい方はぜひ概要欄にみーくん査定がありますので、そちらからご依頼の方お待ちしております。お願いします。はい、オーナーさんおめでとうございます。コンガチュレーションでも本当にみーくんね、こういうこと裏でね実はやってたりするので、まあそうだね、いろいろやっぱり思い出になったりね、うん、あの記念になったり、ね、そうですね、まあこれもね、あの思いっきりディスってくれと。そうなんですよ。それあのオーナー様のね、はい、ご依頼の通りに、はい、やってますので、はいはい、まあ、冒頭でね結構言ったんですけど、オーナーさんの許可を得て発言してますので、はいはい、そこだけは知っててもらいたいです、うん、はいはい、ということでまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車。現役の走り屋。 GTR が好きで仕方ないやつ。マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。